タッチ、君が鬼。僕はこっちだよ。わあ、どうやってそんな早く行ったの？こっちだよ、ケイル。いたずら仕掛けてみないかい？ねえママ、来てこの鏡見て。いいわ。君の番だ、ケイル。ありがとう、ジェフリー。ほら見て、ママ。ちょっと待ってちょうだい。窓じゃない。やったわね、あなたたち。パパ。ジェイソンのナップサック持っててくれる？トイレに行くから。いいとも。ナップサックを持っててくれてありがとう。おや、早いな。構わないよ、ジェイソン。ナップサックを持っててくれてありがとう。もう返してもらえます？ジェイソン、さっき君に渡さなかったっけ？うん、僕たち今戻ったよ。あー、しまった。本当にすまない、ジェイソン。誰に渡したんだろう。そこだ、多分。あー、そうか。ジェフリー。やられたよ。やあ、ロージー、僕の友達に会いたい？僕はジェイソンだよ。ジェイソン。その通り。僕の手品見たい？ロージー。ジェイソン。じゃーん。ジェイソン。同じ顔してるだけだよ。僕はジェフリーだよ。ダブルジェイソン。うわあ、まずどれからやる？クレム、
いいね、やっていいパパ。いいぞケイル、さあ行こう。ケイル、これが最後だ。深呼吸して。やったー、ケイル。いいぞ、ケイル。すごい。これを使うのが楽しみだよ。一度に全部使うんじゃないぞ。バンパーカーで競争しよう、ケイル。このお返しはするからね、ケイル。楽しかったよ。君たちすごいぞ。さあお腹が空いただろう。さて何が欲しい？何が買えるかな。これで。エアホッケー。ええ。冷たいミルクシェイクのせいだな、ケイル。ミニゴルフだ。行こう。わあ。まっすぐ狙うんだ、クレム。強すぎないように。あ、でも弱すぎてもダメだよ。もう少しだ、クレム。あと一打でいけるよ。どうしたの、ケール。あのピエロ、ちょっと怖いよ。他のもので遊ぶ？うん、大丈夫。最後までやろう。いいぞ、ケール。きっとできるぞ。ケイル、ホールインワンだ。やったよ、クレム。ええ、さあ、景品をもらいに行きましょう。そうだ、忘れるとこだった。ああ、ケイル、今日は楽しかったかい？最高。今日はケイルーはママとパパとローズィーと一緒にふれあい動物園に行きました。大丈夫だよ、ローズィー。ただの羊だよ。羊はふわふわで優しいよ。ほらね。
ヤギに舐められた。ありがとう。おい、あっち行けよ。あっち行け。もう僕のアイスクリームに止まるな。どうしたんだい、ケイル。ああ、アイスクリーム落としたんだね。大丈夫、新しいの買ってあげるよ。アイスクリームじゃないよ、鼻だよ。意地悪な蜂に刺されたよ。あらあら、まあ、ケイル。ほら、これで少し良くなるわよ。なんで僕刺されたの、ママ。そうね、多分蜂もあなたが怖かったのよ、ケイル。蜂を叩こうとしたよ。僕のアイスクリーム取ろうとしたんだ。ケイル、蜂を叩いちゃダメだよ。蜂はとても特別な生き物なんだよ。おいで、蜂の後をついていってみよう。あれが蜂のお家？そうだよ、ケイル。あれは蜂の巣というんだよ。蜂一匹が住むには大きな家だね。実はあそこには何千匹もの蜂が住んでいるんだ。耳を澄ませば聞こえるぞ。飛行機の音みたいだね。蜂は何をしてるの？花の蜜を集めて蜂蜜を作るんだよ。蜂は甘いものが大好きなんだ。アイスのような？その通り。あの蜂も意地悪するつもりはなくて、ただアイスクリームが食べたかったんだよ。蜂もくださいって言えばいいのに。さあさあ、気分転換にぴったりのものがあるぞ。見て、お馬さん。惜しいな、ケイル。あれはロバだよ。すいません、僕と妹ロバに乗ってもいい？もちろんいいわよ。うわあ、これは高いよ。ほら、これで安全よ。しっかり捕まってね、ケール。二人とも落ちないように気をつけてね。僕ら二人を乗せて、ロバって強いんだね。その通り。ロバは小さいけれど、とっても強いのよ。僕みたい。